はい、皆さんこんにちは。こんにちは。畑野和です。松浦香菜です。今日はですね、はい、かなすんから質問があるとのことなので、連れてきました。はい、質問です。はい。アスリートに筋トレは必要ですか？私は必要だと思います。はい。ということで、これはね、イチロー選手かな。そうですね。イチロー選手が筋トレ不要論。で、なんか、ちょっとかなり前かな。かなり前現役の時に、稲葉さんとね、稲葉監督がキャスターとして、イチロー選手取材した時に筋トレいるかどうかっていう質問したの。うんうんそれで、ライオンとかトラは筋トレしないでしょ、みたいな。だから、筋トレしない。必要ないんだよ。って言って、でダルビッシュ選手は、まあ、それに反論ではないけど、うんうん、僕の意見は、筋トレする派、ダルビッシュ選手はね。で、まあ、ライオンじゃないし、ライオン人間だし、みたいな感じで言って、まあ、ちょっとね、物議をかましたみたいな感じで。でも、でも、イチロー選手も筋トレはしてるんだよ。うんうんうん、初動負荷マシンって言って、初めこの初動だけ力が入るマシンで、うんうん、あとはスッと力抜けるマシンがあるんですけど、うんうん、普通のウェイトスタックだったらこう常に負荷が、例えば胸のマシンだったら常にこう負荷が乗ってくるじゃん。でも初動負荷マシンって初めだけキュンって力入ったら、あとはスーンって抜けるの、うんうんうん、まあ、結構そういうマシン結構流行ってるんだけど、そういうマシンをイチロー選手はご自宅にも買って、いろんな角度で上もね、ショルダープレスみたいなのもあるんだけど、もう初めてこの時で初動を入れて、うん、あとはスッと抜けるんですよ。初動だけ負荷から初動負荷マシンっていうのがあって、一応選手はそれをね、ストレッチ代わりに入れながらやってるの、うんうんうん、だから筋トレをしてないわけではない。なるほど。ない。じゃあいわゆる筋トレっていうウェイトトレーニング、うん、ウェイトトレーニングはアスリートには必要ですか？ウェイトトレーニングは例えば重たい高重量で、そうそう、高重量で100キロとか150キロとか、ね、スクワットとか、うん、デッドリフト、ベンチプレスとかね。そうです。まあこれはね、個人的にはあった方が選手寿命も長くなるし、やり方によってはパフォーマンスもアップするから必要だと思ってます、うん、でイチロー選手はね、多分ね、そういう過剰なウェイトレーニングをして実際したことがあって、あんまりうまくいかなかったらしい、うんうん、初めキャンプの時に、キャンプ前とかね、ウェイトリングガンガンして、でキャンプ入ってウェイトリング少なくなったら、どんどんそのどん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 筋トレウェイトトレーニング減っていくのにつれて、ヘッドスピードがスイングが上がっていったから、うん、あれと毎年毎年ヘッドスピードはじめ落ちるのに、ウェイトリング少なくしてヘッドスピード上がったって言って、じゃあ必要ないねって言って多分やめたの、うん、で初動負荷マシンとかいろいろやっていって、それから初動負荷に行ったらしいんだけど、うん、まあウェイトリングをして成功してる選手もいるよね。例えば、まあ、大谷選手とかはピッチャーだとね、ダルビッシュ選手ももちろん成功してるし、うん、でも中田翔選手もね、まあそのそろそろ鈴木誠也選手とか、あとまあいわゆる柳田選手とかね、柳田選手とかは、まあ、広島出身で、高校からプロに行かずに大学に入ったらしいのよ。大学入って、そこでめちゃめちゃウェイトレーニング、高重量のウェイトレーニングをして、足もめちゃめちゃ速くなって、まあ、打球もすごい飛ぶようになって、身長も伸びたらしいです。ウェイトトレーニングが身長伸びないとかっていう説もあるじゃん。うんうん、でも身長も10センチぐらい伸びたらしくて、大学ですごく伸びたらしくて、それでプロの上に止まって、まあ、ソフトバンクに行くようになったっていうのもあるし、まあ、陸上選手も 100m の選手とかですよね、陸上出身じゃん、うん、はい、100m の選手がガンガンウェイトしてるでしょ。やりますね。なので結構パワーをつけて、それが走りに生きるようにすると、トレーニングしていくと、やっぱりパフォーマンスは上がると個人的には思います、うん、で、まあ、イチロー選手ね、やっぱりすごくね、成功した選手なので、イチロー選手に反論する気はさらさらないんですけど、まあ、イチロー選手の場合はヘッドスピードがトレーニングして落ちたっていう、その内容はちょっと分かんないけど、もしその時にバッティング練習をそんなに入れてないとしたら、もしかしたらウェイトトレーニングをして、じゃあウェイトを1回やってバッティングをその後すぐ直後に振ったりとかしていくっていうトレーニングとか、常にバッティングのその技術をそのトレーニングに即通させるようなことをしていけば、してなかったら、もしかしたら結果はさらに良くなっているかもしれない、うん、と思います。なのでウェイトトレーニングだけして、じゃあ次の日にバッティング練習とか、何時間後にバッティング練習とかやるで、ウェイトトレーニングした直後にもう1セット終わったらバット振るとか、ちょっとバッティング、そういうことをしてたら即通されるから、まあ、陸上選手もそうじゃん、うん、ウェイトトレーニングしたらすぐこうやってやったりするでしょ、走ったりするでしょ、うん、そういうことすると筋トレ使った筋肉が競技に即通されるよね、うん、なんで、まあ、筋トレをしない、ウェイトトレーニングせずに、それバッティング練習を何回も振っていって、
で、例えばバッティングに、じゃあバット重たいよ、バット。振るっていう手もあるじゃん。でも、それで成功する選手もいるかもしれないんだけど、基礎的な筋力が、それはある選手だと思う、個人的には。基礎的な体幹とか、下半身のしっかりどっしり具合とか、そういった筋肉が、もともとベースであった人が、そういう重たいバットを使ってスイングしたら、確かに伸びるかもしれないけど、もともとのベースの筋力的な要素が低い選手が、それをやると、怪我したりすると思う。腰とか、膝とか。だから、まずはやっぱり土台の筋力トレーニングが必要で、でも、筋トレだけじゃなくて、ウェイトトレーニングも必要なんだけど、ウェイトトレーニングに、常にそのバッティングなバッティング、陸上なら走る動き、サッカーならサッカーの蹴る動きとか、横の、例えば動きね、シャトルランナー、シャトルランナーって、このステップの動きとかを常にワンセットとか、そういうふうにちゃんと細かくつけていくと、個人的にはウェイトトレーニングはすごくね、意味をなすものではないかなと思います。ただ、ウェイトトレーニングもただ、さっき言ったように、ウェイトトレーニングだけして、次の日に走るとかすると、ウェイトトレーニング使えない筋肉って、基本的には脂肪と一緒になっちゃう。重たくなっちゃう。脂肪も例えばお腹についたら、それが自分のウェイトを3キロ背負ったようになるよね。だからタイムも遅くなるんだけど、筋肉も使えなかったら、結局使えなかったら重りになっちゃうから、その使った筋肉、鍛えた筋肉を使えるようにすると。あとは例えば、まあ、サッカーだったら、この辺で力は別に、ここがすごく太くても、細くても、そんなに関係ないよね。なので、まあ、いらないところにはあんまり筋肉をつけないようにするとか。なのでちゃんと、競技に特性した筋肉、例えば、まあ、俺は個人的に分かんないけど、バッティングで胸の筋肉をそんなに使わないっていうデータがあるとしたら、そんなに胸の筋肉をつける必要はないと思います。ただ、背中と胸のバランスが悪くなるのであれば、やっぱり肩を壊したりするから、ある程度の胸の筋肉がいると。なので、ベースはある程度いるってことですね。背中ばっかり使う競技でも、背中と胸の筋肉バランスが悪くなったら、肩やったり首やったりすると思うしますので、そういう意味で守るために、怪我を予防するために胸の筋肉がつける、まあ、ここの最終加減はすごい難しい。パフォーマンスと怪我のこの一致ってすごく難しい。例えば 400m トラック走るのって常に反時計回りじゃん。反時計回りだから右が蹴りやし左が踏み足になるわけでしょ。なんでその速通ばっかりしていけば速くなるけど、でも体は歪むよね。で、怪我が起こりやすい体になるけど、走るとどんどんタイムが速くなっていくと思う。うんうん、でも、それを追求しすぎる怪我したら元も子もない、うんうん。だったら、左右シンメトリーのある程度体を目指していきつつ、むしろね、それは、ね、完全なシンメトリーなんてありえないんだけど、それに近い体はありつつ、使い分けできる。トラックを半時前に走る能力はできる。で、サッカーとかって、まあ、俺サッカー重心落とすじゃん。キックでも重心落とす。うんうん、でも、陸上で重心上げるじゃん。じゃあ陸上のトレーニングがサッカーのトレーニングに反抗対抗しているから陸上トレーニングやっちゃいけないのかじゃなとは私は俺はね思わない。使い分け、陸上走トップスピードを走るときは重心上げるできる、でも蹴るとか横の動きするとき一歩目走るときとかは重心を低くできるっていう使い分け、サッカーの動作で使い分け、でもサッカーの動作でじゃあ 50m 走るダッシュして走らなきゃいけないときは重心上げれるっていう体の使い分けができるとすごいいいと思うね。そういった意味でやっぱり使い分けのトレーニングも大事だし、まあウェイトレーニングもやっぱりね怪我の障害予防だけじゃなくてパフォーマンスアップにも個人的には生きると。まあ石黒選手はどういったトレーニングをしてるかはちょっとね、昔においてオリックス時代かな、どういうトレーニングをしてたか分かんないんですけど、まあ個人的に成功してる選手もいるし、イチロー選手のように筋トレをウェイトレーニングをせずに成功してる人もいるんで、まあ、筋トレが必ずしも必要じゃないよねっていう人もいるかもしれないですけど、まあ、もしかしたら、さらに一郎選手が活躍してたかもしれない。ウェイトで、ウェイトに入れてたら、入れてちゃんとプログラミングを組んでたら、もっともっと考える前に、まあ、いうことで、そうしてたら、もしかしたら、もっと選手より長かったかもしれないし、まあ、もしかしたら、ね、本当に一郎選手に会ってなかったから、短くね、ない方が良かったかもしれない。それはちょっとね、結果論じゃないから分からないけど、うん、まあ個人的には筋トレは必要だと感じています。はい、まあ石黒選手はね、筋トレをしなくて成功した選手なので、まあね、まあ結果オーライということで、まあ不要な人は不要なりでいいと思いますけど、まあね、怪我のないようにとか、まあ、個人的にある程度ベースはないといけないと思うので、石黒選手はね、ベースがあるからね。ということです。はい、ご参考になれば嬉しく思います。
大丈夫です、質問は。はい、大丈夫です。ということで、たまにね、こうやって質問形式やっていきたいと思いますので、ぜひ見ていってください。はい。またお会いしましょう。さよなら。